アレクセイ・シェブドは、ロシア・ベルゴロド州ベルゴロド出身のプロバスケットボール選手。身長198センチメートル、体重86キログラム。ポジションは、ポイントガード、シューティングガードのコンボガード。ロシア・ユナイテッドリーグの BC ・ヒムキに所属している。リトアニア VS ロシア・シェブド2006年11月4日、ロシアバスケットボールスーパーリーグのチェスカ・モスクワで、プロデビューし、 2007年1月17日 BC ジャルギリス戦でユーロリーグ初出場を果たした。2007年2月に BC ヒムキに移籍したが2007-08シーズンを前にしてクスカに戻る。2008年のユーロリーグでチャンピオンとなった。2009年12月に MBC ディナモモスクワにレンタル移籍し2010-11シーズンにはクスカに戻っている。 2012年7月23日、チスカ・モスクワは、シェブドを NBA のミネソタティンバーウルブズへ放出することを正式に発表し、2日後、複数年契約が結ばれた。2014年8月23日、クリーブランド・キャバリアーズ、フィラデルフィア・セブンティ・シクサーズ、ミネソタティンバーウルブズとの3チーム間トレードによって、ルック・バームーティと共に、シクサーズにトレードされた。 このトレードでは、キャバリアーズが、ケビン・ラブを獲得し、ウルブズは、アンドリュー・イギンスとアンソニー・ベネット、サデウス・ヤングを獲得している。2014年12月19日、シクサーズ、ウルブズ、ヒューストン・ロケッツの3チーム間トレードで、ロケッツに移籍した。2015年2月19日、2つのドラフト2巡目、指名権と共に、パブロ・プリジオーニとのトレードで、 ニューヨークニックスに放出された。PC ヒムき2015年7月16日、ロシアに戻り、3年契約で PC ヒムきと契約を結んだ。ロシア代表として2011年欧州選手権に出場し、銅メダルを獲得した。翌2012年ロンドンオリンピックに出場し、銅メダルを獲得した。レギュラーシーズン、ありがとうございます。